オバマとしなりオバマとしなりは日本のジャーナリスト、時事評論家。第二次世界大戦前は中外商業新報の記者で経済部長、編集局長、社長を歴任。戦後は TBS テレビの座談会、番組、時事放談』のレギュラー出演者として有名だった。なお名前はしばしば鬼読みで、リ得と呼ばれた。島根県ゴドに8人兄弟の三男として、 生まれる。父は道軍、川後村役場に勤めるも、飲む、打つ、買うの道楽が過ぎて、退職。一方母は、祖父家の娘で近在でも、評判の働き者であったという。早くから、新聞記者を目指していたオバマは、酒屋などで小僧暴行の後、1906年に、上京、当時は、人気がなかった青山方面で真っ暗闇の中、 新聞配達で学習を稼ぎつつ、国民英学会に一時席を置いたりしながら、生息英語学校、研数学館など複数校に通ったが、これらの学校では、当時中学校卒業資格を得られなかったため、やがて、早稲田大学の独特の資格試験に臨み、同大学4日入学。1915年、同大学部政治経済学科を卒業した。卒業後のオバマは、 衆議院議長、島田三郎の議長秘書官を務め、島田が議長を辞した後は、彼の選挙区、横浜の貿易会社に就職、勤務先が第一次世界大戦後の反動不況で、倒産した後の1921年、ようやく念願の新聞社に入社する。貿易実務を経たためかオバマの興味、関心は、経済、金融分野にあり、彼は、 中外商業振興者に経済武器者として入社したのだった。32歳、ジャーナリストとしては遅咲きのスタートだった。1927年には同市の経済部長に就任、1930年の浜口友好内閣、井上淳之介蔵省による金輸出解禁においては、経済理論上、戦前の為替水準での金解禁は不況を招くで、あろうこと、 望まれる政策は、金解金の中止、あるいは為替の大幅切り下げとのセットでの実施であることを解く論人を張った。同様の主張を行った石橋丹山、高橋亀吉、山崎安澄と共に、オバマは新陛下解金4人組として有名を馳せた。オバマは1934年からは、中外商業新報の編集局長、 1945年1月には、同社副社長、敗戦直前の同年7月には解消し、日本産業経済新聞社と称していた、同社社長に就任した。また、1943年からは大日本言論法、国会参与でもあった。戦時下これらの要職にあったことを問題視され、1947年には、公職追放となっている。なお、 九百四十六年三月二十二日、貴族院直選議員に任じられた。九百五十年の公職追放解除後は国家公安委員会委員をはじめ各省庁の委員会、審議会委員を歴任した。九百五十六年には産業計画会議員就任。また九百五十七年からは TBS テレビ、時事報壇のレギュラー出演者として、 同じくレギュラーの細川龍言と共にその毒舌が評判となった。テレビで細川が頻繁に利徳さんと呼びかけたことから晩年にはこの俗称が定着してしまった。この番組、あるいは講演や執筆活動ではしばしば政府、官僚機構をコッパ役人ども無能な官僚などと呼び、また日本武道館をビートルズのコンサート会場として使用させることに、 対して口を極めて非難するなど、うるさ型としての面目薬所の感があった。特に、戦前より古書籍の収集家としても有名であった、オバマは国語問題に一過ことあるを自ら認じており、国語審議会の、いわゆる国語改革に反対して、私費で国語問題協議会を結成するなど活発な活動が目立った。戦後、大島正太郎から、 源氏物語の重要写本である大島本53条を購入。角田文江に壊れて平安博物館に譲渡するまで、これを保有していた。1965年君一等随法賞受賞。1971年5月、公演先で転んだのが元で体調を崩し、同年6月24年にも及んだ、時事報談から降板。翌1972年に死去した。 13味。逸話として、老人と子供のポルカという楽曲で、歌手デビューする計画があった。しかし、企画を打診されたオバマはこれを拒否、実現には至らなかった。なお、この曲は後に、サボクゼンが、劇団ひまわりの子役女児の選抜メンバーとで作った、ユニット、サボクゼンとひまわり、キティーズが歌うこととなり、レコードは20万枚以上を売り上げる、大ヒットとなった。 ありがとうございます。